キルト、いいところに来た。今シノンについて話をしてたんだけどよ、何か思い出したりしていないか。なんなら知り合いのギルドにシノンについての情報を集めるように頼んだりもできるけどよ。信じられねえな、 SAO の外から来たって。すごい登場の仕方だったから何か事情があるのかなとは思ってたけど、驚いたわね。カーディナルシステムへの負荷によりいくつか発生したエラーの一つだと思います。ネットワーク上のナーブギア端末を検出して SAO プレイヤーと誤認してここに呼び寄せたんだと思います。なんだそのカーディナルシステムって、初耳だぞ。しかしそいつは不運だったな。よりによってこんなゲームに途中参加させられちまうなんてな。シノノ、私たちは絶対にこのゲームをクリアするつもりだから。シノノンは安心してこの町で待っててくれれば。つまりこの世界をクリアしてしまえば全て問題ないのよね。ん？それはそういうことだが。なら、私もこのゲームの攻略に加わる。いいかしら。ちょっと!おいおい、本気かよ、あんた。それはいくらなんでも危険だよ。危険なことはわかってる。でも、私やりたいの。ここで膝を抱えて縮こまっていても何も解決しないものなら、私は立ち向かわなきゃ。私はもっと強くなりたい。この困難なゲームをもクリアできるほどに強く。
キリト君、完全にゲーマーの目になってる。でもキリト君がそう言うからにはきっと才能あるんだよね、シノンさん。シノノ、本当に大丈夫？うん、大丈夫だから。あ、それにキリトが私のこと守ってくれるって言ってたし。君って、ほんとそういうことをさらっと言っちゃうよね。私も頑張らないと。レベルも、それ以外も。まあ、キリトの発言はともかく、本当に攻略組が増えるなら、私たちも心強いしね。シノン、一緒に頑張ろうね。うん、キリトもよろしくお願いね。キリト君、ちょっと話があるんですけど。わかったわ。よろしく。パパ、よーし。
パパ、ちょっと待ってください。パパ、これから攻略に行くんですか？そうなんですか。あの、攻略に行くならですけど、もし綺麗な石があったら持ってきてくれませんか？私、綺麗な石が欲しいんです。それほど特別なものじゃなくてもいいんです。そうですね、通常モンスターがドロップするぐらいの宝石とか、そんな感じのものです。はい、そういうので構いません。それでどうするの？可愛い娘さんが頼み込んでるのを無下にはしないんでしょ？パパ、ありがとうございます。楽しみに待ってますね。そうだな。嬉しいわ。そうだな。楽しくなりそうね。そうだな。楽しくなりそうね。そうだな。そうだな。そうね。そうだな。楽しくなりそうね。それじゃあね。何？何？Thank you.
よう。よう。スイッチ行くぞ。了解。スイッチ。了解。